で、ここで、まあ、石垣で主に栽培されている首は22号、農林22号ですね。あと25号、27号の3種類が種なんです。他のサトウキビの方ももちろんありますけれどね、石垣ではあの人もこの3種類が種に栽培されていると思います。大体あの少なくても作付け面積が5単位以上、5単という1500坪以上あるいはもっとありますので、植え付けにしろ収穫にしろですね、大変な労働、重労働であるわけです。一般の皆さんもその宇治島を消費されるときは、あのぜひ農家の苦労をちょっとでも感じるというんですかね、あの分かっていただきながら砂糖の美味しさというんですかね、そういったものを味わいながらやっていただければと思いますので、よろしくお願いします。